さえ反旗を翻す幻想。恐れという感情を何もない気がつくソウル戻る道さえも焼き尽くしたさ支配という安息に溺れたまま時むさぼるように革命を起こせ誇り高き裏切り者にはレクイエムを奇妙な冒険黄金の風オープニング長谷川大輔さんの裏切り者のレクイエムをフルバージョンでカバーいたしました。テレビバージョンの方もね皆さん見ていただきましてたくさんコメントもありがとうございます。はい、そして明日7月28日日曜日にですねジョジョの奇妙な冒険2話連続放送そして最終回がですねゴールデンタイムに放送されるんですよ。もう皆さん期待して待っているところですよね。このナインユニバースバージョンのオープニングを聞いていただいてぜひねジョジョ最終回に向けて気分をね高めていただきたいと思います。ということで今回もよろしければいいねそして通知オンの設定をお願いします。ありがとうございました。